メリークリスマスですね、皆様。ねえ。はい、お屋敷もこちらの世界にありますので、以前のようにメイドとしてお仕えしております。お褒めいただき光栄です。えふっ の意味はまだよくわからないのですが、お喜びいただけるのでしたら嬉しく思います。どうしてこれがクリスマスの正式な衣装だと聞きました。そうなんですかでも、スバルくんはとても褒めてくれましたよ。ももも。 ご指摘ありがとうございます。ですが、スバルくんが喜んでくれるなら、レムはそれだけで満足です。<laughs> どうしたのスバルくんの匂いがします。皆様、失礼いたします。 姉妹ではあるけどトナカイではないわ姉妹ではありますけどトナカイではありませんあっそー趣味で着ているわけじゃないわむしろすぐにでも元の服に着替えたいくらいよどうして それは、姉様のお姿がとても可愛らしいからです。それは当然ね。でも、レムも可愛いわ。正直、トナカイの衣装がすむわね。せっかくですので、姉様のかわいい姿をしばらく拝見できればと。せっかくだから、レムのかわいい姿をしばらく見ていたいのよ。ほむほむ。 あはい、その通りです。お祭りだし無礼講よ。エミリア様も、まだあの赤い服を着ているわ。エミリア様がはしゃいでいるのに、ラムたちが普通の格好をしていてみなさい。エミリア様が大恥をかくわ。断固、それは阻止しなくてはね。それに、可愛いレムを見せびらかすのは気分がいいわ。 そんな、姉様の可憐さには、遠く及びません。でもは鼻が高いです。ねえ。しませんね。いさかいは相手に対して不満を抱くことで生じるわ。レムに対して不満は皆無よ。喧嘩しようがないわ。姉様に不満なんて一つもありません。 姉様は常に最高の姉様です。へえ<ー>。幼い頃からレムは可愛かったわ。幼い頃から、姉様は素敵でした。何でもレムに分け与えてくれて。双子だもの、分かち合うのは当然のことよ。姉様。 あらどうしたのあら、こんにちはみんな。うんうん。パーティーの話はまた今度。今日は、孤児院に行こうと思ってたのよ。スバル君から、正しいクリスマスの話をエミリア様がお聞きになられたんです。バルスが言うには、サンタクロースは、 子供たちに贈り物を渡して回るそうね。そこで、エミリア様も正しいサンタクロースとして、子供たちに贈り物をするのはどうかとおっしゃられました。飛行島に来たのは、ヘレナにパイを作ってもらおうと思ったからよ。 ありがとう、アリス。ええ、一緒に行きましょう。あなた、これを持って。姉様、荷物を運ぶのはトナカイの仕事だったはずです。このお方に運んでいただくのは。わかってないわね、レム。トナカイの仕事はソリを引くことよ。そして、 ソリまで荷物を運ぶのはトナカイの仕事じゃないわ。あっなるほど。さすがは姉様です。きにゃーそうだね。みんなで運ぼうか。皆様のお手を煩わせるわけにはいきません。ここはレムにお任せください。 レムは本当に働き者ねあ,あメリークリスマス ほらほら、プレゼントが欲しければ並ぶんだよ。に,ゃにゃ僕とキャトラで、ちびっこのハートは見事にキャッチしたね。ーは,はい、プレゼントですよ。 スバルくんが子供たちに教えた愛称みたいなものですね。へえ<ー>。姉様はラムチーと呼ばれています。あらアーラム村の子供たちにもすばるくんは大人気でしたからね。 あ、元の世界における、ロズワール様の領内にある村のことです。村の子供が魔獣にさらわれたとき、スバル君は身を挺して、子供たちを助けたんですよ。にゃっそうなんです。スバル君は本当にすごいんですふははっ 姉さまは大変お優しいので子供たちにも大人気ですああ。 どうしたんですかキャトラ様同じおもちゃはないのでしょうかあああ,あ あ、すみません。少し昔のことを思い出していました。姉様も、この子のように思ったりしていたのかな、と。何を言っているの姉様。ラムをボンペクのうぞうむぞうと同じにしないで。レムへの愛は、空より広いわ。 <laughs> 仲裁、入らなくていいの。でも、何をどう伝えればいいのか。<laughs> あ,ありがとうございます。 伝えるべきことが分かりました。気にしなくていいわ。ラムはネムの姉様だもの。あのねえ。喧嘩はダメですよ。はい。 納得いかないことは理解できます。ですから、このおもちゃをどちらのものにするのか、勝負をして決めましょう。二人でお菓子を作りましょう。より頑張った方が、このおもちゃの持ち主です。どうでしょうか。お菓子作りはレムもお手伝いしますので。 この卵をかき混ぜてください。 プリンの完成です <laughs> よかったですね二人が力を合わせて作ったのでこんなにおいしいプリンができましたそれで。 どちらが頑張ったと思いますかそうですね。二人とも一緒に頑張ったと思います。これだけ頑張れたのだから、おもちゃだって二人で分け合えるのではありませんかどちらかのものではなく、二人のものとして一緒に遊べばいいと思いませんか さすがはレムね。い,いえ、姉様のおかげです。いつもレムを大切にしてくれた姉様だから、レムも姉様を大切に思うのです。レム。これからも、よろしくお願いしますね、姉様。